ですね。皆さんこんにちは。メインガリが直したと思ったんだけど直ってないね。ダメ。一応傾けてみないと共同状態から直してる。Wi-Fi がないので電波が弱いっていう状態で、そこで時計がですね、今ね、時ならぬ雨、雨が降っているね、ほんの少しじゃなくて、割と、まあでも土砂降りまではいかないね、旧来の日本の大雨っていうぐらいの程度の雨ですから、まあ、そんな大したことじゃないんだけど、雨が降ってまして、クリニックの駐車場からやるのかなって思ったんだけど、ちょっと不穏な感じがしたのでやめました。なんか、院の、まあ、駐車場に伴って、そこで日刊生放送なんかするから、すごいね、勝手に誤解する人とかね、いるんですよ。超怖い。ね。本当に怖いんですよ。それで、Wi-Fi がないですから、SIM カードだけでね。大野さんに言うと、神戸は降ってないということだそうですね。神戸は降ってないということだそうです。この辺は今ね、まだ降ってますね、かなりね。豪雨っていうことでもなく、もうなんか上がってきたなっていう感じですね。なんていうか、すごい勝手に思い込む人ってね、やっぱり今日はむちゃくちゃよく切れる。いやだからね、人間には口っていうものがあるんですから、こうこうこうなんですけど、あそうですか、だけど大変申し訳ないですけど、私の方はこうこうこうですよってね、そういうやり取りができないで勝手に思い込んで、でこうまた無言で圧力かけてくる人ってね、そういうタイプの人ってやっぱり世の中にいるんですよ。そういう人が私ね、嫌、ものすごく嫌、超嫌ね。なぜしてそういう人の方が今ね、横パトカーがシュッと通ってて一瞬ヒヤッとしましたよ。一応法的には駐禁の標識が目の前にあっての停車禁止ではないですね、停禁ではないですよ。そらあんた免停とか食らったらね、たちまち生活が困りますから、そういう人に、いや、こうこうこうってあなたは思ってるんですか？それに対して私、そういうことを言ったら、やぶへびっていうか、思い込み強い人っていうのは、そういうのは逆に思い込みの燃料にするから、むちゃくちゃ怖いわけだよね。本当に嫌なんですよ、私そういうのって。だから自分の方は人に対してそういうことをやることないですよ。ものすごくそういうことに気をつけて生きてきた。人の自由を奪わない。わ、今ね、運転中なのでね、よく電波が切れるんで歌詞を変えようと思って、ただね、解除されちゃいましたね。解除っていうか、電波で信号待ちで長い車列が止まってるんですよ。で、まあ、チッカチッカつけてたのを消して、今 Wi-Fi でつながってる状況っていうことですね。だからこれ日刊生放送に喋ることも本当にどこの誰が聞いてるか分かんないから、私何も考えないでぼーっと言ってたら、なんかすごい勘違い人間の人たちにとってはものすごいこう勘違いのネタになるようなことを言ってしまうことっていうのがあるわけですよ。そんなにね、気使うのってすごい私嫌なわけよ。自分の言動が
制限されてるわけじゃん。自分の言動がむちゃくちゃ制限されてる、自由が抑圧されてる、脅かされてるっていうので、それはもう激しくね、抗議を申し立てなんてねいけないわけですよ。何を自分は何に文句言ってるのか聞いてる人にはね、さっぱりわかんないですね。でもこの間、私日刊生放送のアーカイブでね、書いたでしょ。私の日刊生放送は午後6時にあるっていうのは、これは周知の事実なんだから、周知の事実なんだから、私がそのすごく聴者にとって嫌なことをね言わないようにね、気を使ってくださいよってね書いてるのに、それ読んでてなおかつやるっていうことは自覚的に嫌がらせしてるっていうことだね。私がご機嫌悪くなったらいろいろいらんことを言ってしまうという状況は分かってて、しかも私はそうなりがちだから、ならないようにご協力ください、文章まで書いてるのに、それでやるとしたら、かなりそれね、悪人ですよ。悪いですよ。本当に。もう本当にこれね、固有名詞を挙げて、ね、どこのこの施設がどうどうだってね。まあ言ったって、痛くも痒くもないでしょ。こっちは気が済みませんよ。本当に、ささやかな仕返しっていうか、報復っていうかね。したいようなね気持ちにさせる方が悪いわけじゃないですか。ある集団の中で何かが起こるね、としたらその集団の責任ですよ。ことにその集団の責任者の責任じゃないでしょうかね。きちんと収めてない、きちんと収めてない、示しがついてないっていうことですね。今6時にこんなね、つまらない話して私の日刊生放送の時間をね潰したくないわけですよ。だけどちょっと不満やるかなくって、やっぱり人間は感情の動物ですから言っちゃうわけですよ。言ってしまうわけですよ。で、6時には私の日刊生放送があるっていうのは周知の事実なんだから、気を使えよ、気を使えよね、そういうことです。で、皆さんに言っても仕方がないよね。これ聞いてる人たちにはどんなとばっちりっていうかね、あの三浦さんの日刊生放送でそのほほっとした思いになろうと思って聞いたのに、なんかすごくとんがったことをねわーわーと言ってるって言ったら、まあがっかりじゃないですか、聴者の皆さんにとってはね。せっかくにほほっとした気持ちになろうとしてきたのに、なんかトゲトゲっとした言葉を述べてたって言ったらね、あの皆さんに対してしわ寄せがいっちゃってるわけで、聴取者の皆さんに。そういう点でもね、私に圧力かけるってすごい迷惑ということをね分かってほしいですし、そういうことがないようにもう徹底してほしいってことですよね。問題って一生懸命ガーッと収めていって、収まってきたな、収まってきたなっていうところでまたねぶり返したりってね、これは本当真偽に基づいてるっていうかね、許しがたいですよ。まあそれは書類を取り交わして口頭でこうですね、そうですそうです気をつけましょうっていうのすらやってないからね、要するに明文化されてないね。だから向こうはやっててもバレてないぐらいに思ってるけど、でも暗黙の了解であったとしても、裏のルールであったとしてもね、やっぱりこう、まあ裏であるけどこうなんだよねって了解してやってることでも、それ裏だからパーンとひっくり返していいとか破っていいってね、人間としてどうよって思う。真偽に戻ってるんじゃないでしょ。こういうことね、口に出してあんま言いたくなかったし、言うつもりもなかったけど、思わず言っちゃいました。思わず言ってしまいました。関係者の皆さん聞いてるでしょ。ちょっとね、心してください。はい。いかがでしょうか。
この何集団とか組織とかそういう中に私は巻き込まれて怒ってるもんで、私は悪くありません。私は悪くありません。その集団なり組織ことにその責任者の責任です。そこだけはっきりさせておいてください。そこだけはっきりさせておいてください。そうでないと私ね、安心してね、通院できないんですよ。安心して通院ができないんです。ここで26分、これ結構ね、爆弾発言ですよ。爆弾発言ですよ。これ固有名詞出たらどうですか。固有名詞が出たらどうですか。悪名轟きますよ。悪名が轟きます。最後だね、なんかいい話したいね。雨がね、カラッと上がりました。雨はカラッと上がって、今目の前にね、虹が見えるんですよ。虹が、ちょっと待って、虹を皆さんに見せよう。そうするとさっきまで話してた嫌な話の埋め合わせになるかな。虹が、皆さん虹を、ほら、虹、虹のワイドショーじゃなくて6時ですけど、虹がね、虹がね、虹を皆さんに見ていただきながら、今日の日刊生放送の内容は大変トゲトゲっとした感じだったけど、まあ、この虹を見たっていうことを思ってね、虹を見たっていうことを思って、まあ、こらえてください。はい、こらえてくださいませ。虹を見たということを思って、すごい嫌な感じの話をね、聞いたことを、まあ、どうぞこらえてくださいませっていうことですね。いやー、虹がね、見えるとはね、今私の目の前にその虹がバーンと広がってるっていうことですよ。広がってるっていうか、かかってる。割とね、縦長の虹で、虹も、すごいね、大きい虹だね。大きい虹でね、持ってみせようか。なんかね、遠くの方にかかってる虹じゃなくて、すごい近くにかかってるっていうか、ね、虹の、カメラを隠して虹がこうあってね、もっと上の方まで、上、こういう感じだから、まあ虹、遠くも近くもないんですけど、遠くも近くもないんですけど、要するにね、水蒸気なのか細かい水の粒々がプリズムになって太陽光を分解して寝ないのかな、虹。でも虹を見て人間は昔から一体あれなんだろう。で、最後には太陽光が、まあ、分解されて虹になっているんだというのまで人類はたどり着いたっていうことですね。はい。で、お聞きになったらあなたに天地を作りになった誠の神様からの、また虹をもお作りになった神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、金曜日の日刊の放送、これにて、コメント欄は、兄貴の今日の爆弾発言っていうのはまた別の日にもあった、これからもあるかなっていうことをよく来たようなことなんですよね。運転しながらね、もう本当にマネージャーさん申し訳ありません、そういうつもりはなかったんですよ。運転してる時はもう画面をちらっとも見てません。前をひたすら向いてやってますから。天気悪いのおっしゃる通りです。地域雨かな、あ、地域雨っていう言葉がね、あるんですね。そういうことで失礼いたします。62分に今何分でしょうか。はい。